今日は何の日？いつパパの日。いつパパのファーストクロースだもん。じゃあ、れかパパの誕生日ケーキの材料を内緒で買いに行こうか。ペンマも、いつパパ、遊んでもパパだ。じゃあ、ちょっとミツパパと一緒に遊んでくるね。って言ってお外行けばいいんじゃない。内緒の材料買いに行こうか。いやそれいいアイデアだ。それいいアイデアだ。皆さんこんにちは、ふたりパパのみっつんです。今日の動画はリカパッパの誕生日その1日の動画です。朝起きてですね、息子くんと相談したのはリカパッパに内緒でバースデーケーキを作るということ。今はどのケーキにするか朝ごはんの後に2人で相談しています。リカパッパはお家で仕事してるのでちょっとだけひそひそ話です。これにする？それにしたくない。内緒で。最初はリカパッパの好きなチーズケーキにしようと思ってたんですけど、息子くんの意見もあって、クリームとイチゴのケーキとなりました。ただですね、デコレーションする時間がちょっとなさそうだったので、今回はデコレーションなしのネキッドケーキにすることにしました。ロンドンのですねノルディックベーカリーというカフェが出したレシピ本で作ってみたいと思います。ありがとうございます。よし、ジェリカパパのケーキ作ろうか、内緒で。午前中にですねスポンジを焼いておいて、いちごを買いに行って、そして午後に仕上げをすることにしました。ということで、まずは型にバターを塗っていきます。トーノポッシュがあるよ。上手、もういいよ。これは違うとこ置いとくよ。そして今日は測りを使わずにグラスを使って、測っていきます。これこれやるんだけど、この中に入れてください。これできる？上手に。殻入った？殻入ってない。上手に割れたじゃん。殻入った？まだ入ってない。よし、全部入って、うん、お、すっごい上手になったね。洗いな、卵ついたから。もうバイキンマンいないね。もうバイキンマンいないね。これはね、ほら見てみて、ここにさ、グラスに入ってるでしょ。その白いやつ何？その白いやつ真ん中がお砂糖で、右は小麦粉なので、同じ量にするんだって、今日は。もうないね。あとは？クリームシチュー。小麦粉。僕やりたいの？こぼさないようにね。ゆっくり、ゆっくりゆっくり。近くに持ってくる。いいね。もう行きたい。うん？これいい？いいよ。でももうちょっといるかな。これとほら、同じ量にするでしょ？他のやつ。こうやって、並べてみて、横から見てごらん。トータンシル、パク回して。いいよ！これいいアイデアだったね。これいいアイデアだね。これにソリ入れる？ちょっとだけね、膨らむのを助けるらしいよ。パチンもありたい。この粉のところに入れて、もうもうこれでおしまい。なんで？材料が準備できたら、卵と砂糖を合わせて泡立てていきます。スポンジ作る時の卵の泡立て方なんですけど、こう白身と黄身と別で泡立てる方法だったり、あとは湯煎で温めたりとかあるんですけど、僕は全部一緒にして温度も温めずに、こうハンドミキサーも低速にして泡立てます。ちょっと時間はかかるんですけど、その方が粉を入れた時に泡が潰れにくい気がするんですね。なのでこの日も30分ぐらいやってましたね。こうやって8の字がかけるといいらしいよ。ここまで来たら大丈夫で、これでこの中入れて、シャカシャカする？え、なるみたい。ね、なるみたい。オッケー、ちょっと。ダマにならないうちに、これはパパがやりますよ。大きまれた。でもこれはちょっとだけの難しいの。この後で次のやつね、やってもらうよ。これ息子くんが今僕の腕を掴んでるの分かります？料理でも大工仕事とかやってても、息子くんがやりたいってこう言うんだけど、こう子供に任せられない時ってありますよね。こうやってせっかく泡立てた卵の泡を潰さないように粉を混ぜたり、それから包丁で野菜を切るとか、まあ、そういう時はこう息子くんにパパの腕持ってて、そしたら一緒にできるねってこう言ったりしてたんですね。なんかそうしたら彼も一緒にやってる気分になるらしくって、こう最近では何も言わなくてもこうやって腕を持っててくれるようになりました。まあそういう時はね、助かるわーとか言って、お礼を言いますけど。ここに入れます。重い。僕やりたい。僕は何もあってないよ。
これもこれを平らにするんだよ。そうそうそう、最後上手にできたね。ここ平らになったね。うん、これをオーブンに入れます。パパが入れるとこ取っててくれる？上手にできる？ここ熱いから気をつけてね。あと取れた。汚すぎて恥ずかしいんだけど。さあ、ケーキを焼くのを待つ間ですね、こうお天気が良かったのでバルコニーで追加します。カカ避けたよ。何なんすか？だいぶ意味つかったすか？おい、ちょっと表面が焦げましたが基本的にはうまく膨らみました。清潔な布巾にくるんでちょっと慣らしておきます。この日は、ランチをお外で食べました。電話してる。これ実はレストランごっこしてて、あの息子くんこのレストランのマネージャーらしいです。そしてランチの後、足りなかった材料やリカパッパへのプレゼントを買いに行って戻ってきました。まずは朝焼いたスポンジを4枚にスライスしていきます。あと表面がねちょっと焦げちゃったのでつまみ食いします。あ、これ美味しいね。うん、そしてこれ今下に引いてるのは薄いまな板みたいなものなんですけど、回しながらやると切りやすいのでこうやってやってます。そして次は生クリームのホイップです。美味しそうね。オリジナルのレシピはアイスクリームを使ってるんですけど、まあ、うちはあんま好きじゃないので生クリームとお砂糖だけにしました。そして次にフルーツを切っていきます。今日はイチゴとブルーベリーとそれからキイチゴ、そしてあと色のバリエーションでキウイも使いました。見てみたパパ、今日のいっぱい食べたいの？うん、食べたい。トレパワルの、うん、トレもパワル。いいよ。いいよ。でももう味見はおしまいね。なんで？ケーキに使うやつがなくなっちゃうでしょ。ケーキ、ケーキ、ケーキ。たっぼきのちっさいぶしぶたたいよ。確かにちょっと力強かったね。あなた強いね。うんうん、フルーツはですねこう中に挟む用のやつと上に飾る用のやつと2つに分けて切っておきます。1、2、3、4、1、2、3、4、なぜか息子くんはずっと数を数えてるんですが、あのその間にミツパパはスポンジにシロップを打ってました。そしていよいよ組み立てていきます。こっちにしてる？うん、もう一回、もう一回いっぱいしてるんで。見て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 。僕はやりたいの？そう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 。え、じゃあちょっとここだけ今ミツパパやるね。僕もやりたい。うん、この白いところにあるんだよ。ちょっと待ってね、一回パパ、穴が開いちゃった穴が開いちゃったけど、ここにクリーム埋めればいいんだよ。そしたら、うん、そしてそうそう、オーケーよ。そしたらちょっとだけ、うん、一緒にやろうか。ちょん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 、ほんとポテト、トントン、うん、そう上手。トントントンってする。シロップつけて、トン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 、上手。シロップつけて、トン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 、トン。で、どうしてる？そう、よくわかったね。まず真ん中に落として。いっぱいになった。ここなんかちょっと落ちちゃってるから、こうやって。いちごで支えよう。どっちを押してるんだ？ここの部分がちょっと低くなって落ちちゃってたから。いしちゃん。いちご、いいよ、食べてじゃん。このぐらい大好きだった。このぐらい大好きだった？うん。オッケー、これぐらいかな。スポンジを置いて、シロップを打って、クリームを乗せて、フルーツを乗せる。まあ、その繰り返しで、こうだんだん積み重ねていっています。たくみの。つきそう、つきそう、ここ。最後の、すごい高いのになっちゃった。嬉しいの？何その拍手。お、味見ですか？ないないない、もうお口に入れたやつはまたつけちゃダメよ。一番上は綺麗にしたいところなんですけど、まあ今日はね、きっとケーキだし、こうナッペっていうね、こう表面を平らにする作業はまあ必要ないし、絞り袋とかもね、こう手間なので、ナイフで軽く表面を叩いて、ピュンピュンピュンって、あの、ちっちゃな角を立てるようにして、まあちょっとだけね、色気を出しています。これ、リカのね、お母さんがやってたのを真似したんですよ。
見せて。うん。穴開いてる。穴開いてる。でも大丈夫よ。一番上はフルーツ置くから。まだそう伏せてない。あ、この緑のやつ？でも緑のやつがあった方が綺麗に見えるんだよ。で、食べるときに取ればいいんだよ。なんで？どうやって？でも僕それ食べれない。もちろんパパたちだって食べれないよ。僕も。どう？もうこれでいい？よかった。オッケー。取れて。よし。で、これをどうしよう。紙これとこの大きいやつしかない。そうだね。それと同じ大きさ欲しいよね。そうだね。これ一回さ切ってみよっか。レースがほんのちょっとしかない。真のそれだ。どうこれ？それ？それはいい。これはいい？あ、それか。わかった。じゃあ、して、こういうふうにして、こうやってして、こうやってして。で、今度は、ここ切ったでしょ？これを広げると、じゃじゃーん。あ、いいじゃん。ちょっと綺麗になった？いい。どう？綺麗じゃない？綺麗。イエーイ。綺麗になった。これをこっちに乗せるのが大問題。これも使うの。これも使おうかな。でもこれはパパがやります。よし、君も手伝える。ミツパパがこうやってリフタしたらこの紙を引っ張っていくよ。せーの、引っ張って。パパにや上手、ありがとう。そう、完成。ということで夜のご飯はすき焼きです、リカパパの家族も駆けつけました。まずはみんなでお食事です。こんな感じでこうリカの家族が来てる時なんかは僕と息子くんもスウェーデン語で喋ったりすることが多いですね。ということで今からケーキの時間です。スウェーデンではですね、誕生日の時に歌う歌がちょっと独特なんですよね。それではお聴きください。ヤッホーハレーバ、ヤッホーハレーバ、ヤッホーハレーバ、ウフィジュンダデオヤビスカハレーバ、ヤビスカハレーバ、ヤビスカかあればウティフンドラでおう。パパ、フラ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 。これはブロスタード？スキャンブロスタ？いやー、グラスです。じゃん、ラスト。いやー、いやー、Oh, tack så mycket. Men vilken tårta. Hur har du gjort? Vem gjorde det? Hur? Men jag som, hur har ni hunnit göra tårta? Ni har ju varit ute och lekt hela dagen. Och vilken överraskning. Och vilken fin tårta det är. Med så mycket bär på. Då pappa gröna för tiden hon ska äta. Vem ska skära då? Det är födelsedagsbarn. Och pup. Och båten. Och kallon. Man får inte äta det gröna. Kan någon ta bort den här gröna stället? Mycket bär i den här. そしてこれ、今みんなで何見てるか分かります？実はこれ、リカパパが生まれた当時の映像なんです。あのリカパパのお父さんがあのスーパー8、あのスーパー8ミリと呼ばれるフィルムで撮影したものをこう数年前に、ね、DVD に編集し直してくれたものなんです。お父さんお母さんもなんかこれ見てるととっても嬉しそう。そしてこれはもうみんなが帰った後なんですが、あのプレゼントをね、ケーキの後にでも渡そうと思ってたのを渡すの忘れてたので今から渡します。Vad har du för någonting? Jag ska göra. Åh! Jag ska göra. Ett.
Grattis! Tack så mycket! Får jag öppna den? Åh, men titta! En par handskar! Men perfekt! Precis vad jag önskar mig! Och en tröja! Och en tröja har jag fått också! Grattis! Tack så mycket! ということで、今日の動画はリカパッパの運十運回目のお誕生日とネイキッドケーキをご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。楽しんでいただけていたら嬉しいです。ぜひ高評価ボタンやコメントお待ちしております。チャンネル登録がまだの方ぜひお願いします。また別の動画でも皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。それではごきげんよう。ヘイドー。